テオドシウス・ドブジャンスキーテオドシウス・ドブジャンスキーは、ネオダーウィニズムの発展に、中心的貢献をした、遺伝学、進化生物学者である。帝政ロシア時代のウクライナ出身だが、1927年に、アメリカ合衆国に移住し、1937年に、帰化した。1900年1月25日、ウクライナのネメリブで、数学教師の父グリゴリード・ドブジャンスキーと、 母ソフィア・ボイナースキーとの間に生まれた一人っ子である。一家は1910年にキエフに移った。高校時代に蝶の収集に教じ生物学者になることを決意する。1915年、ビクター・ルーク・ニックに出会ったことでカブトムシを専門にするようになる。1917年から1921年までキエフ大学に在籍し、 そのまま1924年まで通う。その後、黄色症状場への研究室を立ち上げた、レニングラードの有利フィリップチェンコに指示した。1924年8月8日、キエフのイワン・シュマールハウゼンのところで研究していた遺伝学者、ナタリア・ナターンシャ・シワーツェバと結婚する。彼女との間には、祖父という一人娘があり、後に人類学者のマイケルコーに嫁いだ。 この頃は、ウクライナやロシア帝国は、社会的大激動期にあった。第一次大戦の後、ロシア革命と内戦が相次いで起こり、ソビエト連邦の構成国である、ウクライナ社会主義ソビエト共和国が成立した。ドブジャンスキーは1927年に、ロックフェラー財団からの奨学金を得て、アメリカ合衆国に移住し、12月27日にニューヨークに到着した。 黄色症状映えを遺伝学の実験に用いた先駆者であるコロンビア大学のトーマス・ハント・モーガンの下で研究した。1930年から1940年にかけてはモーガンがカリフォルニア工科大学へ移ったのについて言った。ドブジャンスキーは症状映えを実験室から出てフィールドでの研究対象として用い、地域内での変種型地域のハエよりも 遺伝的に似通っていることを発見した点で評価されている。1937年、進化生物学を遺伝学と統合させる、ネオダーウィニズムの代表的著作の一つである、ジェネティクスザオリジンオブスピーシーズを出版し、特に進化を遺伝子プール中での対立遺伝子頻度の変化と定義した。同年、アメリカ合衆国に帰化。この頃、 症状映え研究の仲間であったアルフレッド、スタートバントと教授の地位をめぐって公然と喧嘩をしていた。1940年から1962年まではコロンビア大学に戻った。1950年のユネスコ宣言ザレイスクエスチョンの署名者の一人である。その後は1971年に引退するまでロックフェラー研究所に移った。 1968年6月1日、リンパ性白血病に侵されていることが判明する。これは、やや穏やかな白血病であり、大抵数ヶ月から数年の余命となる。妻のナターシャは1969年2月22日に、感情動脈血栓症で亡くなった。1971年に引退したが、名誉教授として研究を続け、 カリフォルニア大学デイビス校に移りそこで弟子のフランシスコ・ジェアヤラを准教授とした。その間に彼は研究を続け有名なエッセイ、ナシング・イン・バイオロジー・メックス・センス・エクセプト・イン・ザ・ライト・オブ・エボリューションを発表した。ダーウィニズムの忠実な擁護者であるドブジャンスキーはアヤラによれば信仰の熱い人であった。ドブジャンスキー本人は神は進化を通じて 想像を成したと言い,い、自身を正教会の信者だと考えていた。1975年の夏になると発血病は悪化し、11月11日サンハシントに旅行して、その地で12月18日に心不全で亡くなった。彼は仮葬され、遺体はカルフォルニア州の荒野に巻かれた。ありがとうございます。